伊勢タイムは、熊本県熊本市出身のプロ野球選手、宇藤右内。横浜 DNA ベイスターズ所属。小学4年生から野球を始め、当初は内野手としてプレー。九州学院高等学校では1年秋から活躍。2年秋の公式戦は一人で投げ抜いていた。全国大会には、春夏合わせて2回出場。 3年春に出場した第87回選抜高等学校野球大会では、八の学院光星相手に9回完投したものの、9失点を取られ初戦で敗退した。3年夏の第97回全国高等学校野球選手権大会では、遊学館相手に8回を投げて5失点の成績だった。野球部の2学年下に村上宗隆がいた。明治大学進学後は、 当初は抑え投手として登板していたが3年春のリーグ戦で対東大戦で先発初登板を果たし慶応義塾大学戦では初完封を記録している4年春には第68回全日本大学野球選手権大会に出場し準決勝の東農大北海道をホーツク戦では3回から救援登板し7回を1安打完封の高騰を見るなど大学時代は 森下通人氏と共に活躍し、伊勢も第6回世界大学野球選手権大会にて代表に選出された。2019年10月17日に行われたドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから3位で指名され、契約金6000万円、年俸1000万円で入団。2020年は開幕を一軍で迎え、デビュー戦となった6月20日の 広島東洋カープ戦では5番手で登板し、1回、1失点だった。最終的に33試合に登板し、3勝1敗、4ホールド、防御率1.80を記録した。12月9日の契約公開では1100万円増の、推定年俸2100万円で公開した。サイドスロー君のスリークオーターから投げる。 最速時速1 5 4キロメートルのストレートとスライダーが武器。その他の持ち玉はカットボール、シンカー、チェンジアップ。本人曰くコントロールが課題。ドラフト同期、同学年であるエビラ・タ夫オとのコンビはファンから異性美と呼ばれ親しまれている。ありがとうございます。